はい、どうも、7ビットです。今回ですね、ちょっと見慣れない箱なんですけれども、こちらですね、ニューバランスヌメリックというラインのモデルでございます。このニューバランスヌメリック、何なんだというところなんですが、これニューバランスのですね、スケボーシューズのラインでございます。去年の秋頃から非常に、テクノロジー等見ながらですね、気になってまして、まあ、なんといってもフュエルセルが使われているというところが私に、なんとか試したいと思わせてくれたところなんですが、V6、来年出るものフュエルセルが使われているということもありまして、そして私フュエルセルの履き心地大好きなんですよ試さないといけないなというところで、今年グレーデーに出たこのグレーのお色ですね、こちらを購入しております。では詳細見ていきましょう。はい、ということで見ていきたいんですけれども、まずですね、これ付属品がついておりまして、オーバルのマルヒもなんですが、グレーも、付属されておりました、まず全体的なところを見ていきたいんですが、メッシュとスエードを使われていて、いつものといえばいつもの感じなんですけど、モデルによってはこのメッシュではなくてレザーというモデルもあるようです。でカラーリングもいろいろ、素材もですねある中で、このグレーをチョイスしてます。いかにもニューバランスらしいと言いますか、怪我のしにくい無難なチョイスでございます。でシューターにですね、ティアゴ1010と書いてあるんですが、これがですねブラジルのスケーターティアゴレモスの、シグネチャーモデルというところですね。で、私スケボーをやらないので、その辺詳しくはないです。でまずメッシュ見ていきたいんですが、ちょっと画面で、見えるかわからないんですが、ちょっと張りのあるで一本一本ですね繊維が比較的、太めのメッシュというところで、耐久性っていう部分を、おそらく考えられているメッシュなのではないかなと思っております。で、驚いたのがですねこの白い部分、こちらですねエヌデュランスと書いてあるんですが、いつもですね USA さん等に、アウトソールに使われている摩擦に優れた素材エヌデュランス、ご存知の方多いと思うんですが、が使われていると。でここの部分、パッと見たところですねプラパーツが出てるのかなというところだったんですが、ここですねフュエルセルなんですね。ふわふわして、反発性の高い、ものでございます。なので、フュエルセルを使用しているというのが、購入の一番の要因なんですけれども、でアウトソール、スケボーシューズということで全体的に平たいですね、基本平たいというところです。板との接地を考えられた構造というところですね。でフュエルセルが、ビジブル仕様になっている部分とあります。でこのアウトソールにもエヌデュランス使われておりまして、このスパイク状になっているガサガサの部分、これエヌデュランスですね。なんで本当にこのスケボーを私はやらないので、やってたのは中学生の頃なんですけど、板との摩擦だったりですね、接地その辺を非常に考えられているモデルなのではないかなと思っております。でかかと部分ですね、これファントムフィットという文字が書かれております。でこれは何ぞやというところなんですけれども、まずこのシューターンライニング部分の分厚さですね、スケートボーダーに必要な、機能といいますかね、サポート力衝撃、耐性等を備えたこの分厚さなんですが、このかかとの内側にですね、わかりますかね、ヒールポットと呼ばれる、出っ張りクッションあるんですね。
で、これでかなりこうかかと部分が安定するというようなところです。硬くなくてですね、ふわふわしてて履いたらすぐ馴染むかなというところですね。この辺新たな見たことのないファントムフィットというテクノロジーというところです。で、インソールですね、このスポーツラインのインソールっていうのが結構注目すべき、何が使われているのか楽しみだったんですけど、今回オーソライト、ですね。で、結構厚みがあるんですが、まあ92とか V5 のオーソライトとは違って、ちょっとしっとりとした、印象ですね。どちらかというと RCP900 を、ちょっとこう軽くしたようなというか、近い感覚です。で、表目は特に、普通でございます。で、ちょっと見ていきたい部分がですね、このシューターン、ちょっと見やすいようにシューレース外しますが、このゴムでついてるんですね。なので、やはり紐は結びますが、このシューターも自動的にですね、この足に合わせてフィットするような感じですね。で、ランニングシューズ等にもあるんですが、それがついてます。で、この底の部分が比較的その反発性感じるのかなと思って今触ってるんですけども、それほどですね、フュエルセルっぽさっていうのを感じないです。一応シューターン裏ラベル確認しますが、21年の3月製と、3月に作られたというところと、メイドインインドネシアということが、確認できます。はい、履き心地を見ようとですね、いつものコーヒー屋さんに乗り込んでおります。まず履いてみてですね、驚いたのが、私ハイアーチなんですね。で、アーチどうかなっていうところで見てたんですが、しっかりですね、このハイアーチの私をサポートする、形状っていうのを感じて、履いててですね、楽ちんなんじゃないかなという感覚です。で、どうしてもこの、屈曲性っていう部分はアウトソールも平たくてですね、素材もまだ新しいというところで、さほど感じないんですが、馴染めばですね、その辺も気にならないのかなという感じではあります。で、他のフュエルセルのミッドソールのものと比べて履いてるんですが、それほどですね、通常歩いている中ではその反発性を感じるかというと、他モデルよりはやはりですね、感じなかったです。で、ただですね、不思議なんですよ、このなんかしっとりとしたじんわりとした足裏の感覚というか、ちょっと癖になりそうだなというところです。なので、今までこの1010履いてる方が、悪いことを言う人はいないんですね、周りに。なので、おすすめできる一足だなとは思っております。で、フォルムもまたこの、重心が低くてですね、ミッドソールも薄くて、で、先端部分もシャープで、ちょっとレトロなニューバランスという印象もあってですね、履きやすい万人受けしそうなフォルムなんじゃないかなとは思っております。はい。で、このフュエルセルというものに私ちょっと特化してというか結構のめり込んでる部分はあるんですけど、V6 どういった形でこうフュエルセルを固めてくるのかというところで期待したいと思います。7ビットでした。